代議士会一時休憩といたします。また国会の動きが分かりました。国対の方から時間と、あ、どうぞ。はい、どうぞ。すいませんでした、皆さんお疲れ様です。山尾しおりです。こういう場で発言するのは久しぶりなので、ちょっと迷ったんですけれども、発言をさせていただく機会ありがとうございました。私からちょっと2点皆さんに自分の気持ちをお伝えしたいなと僭越ながら思います。まず1つなんですけれども、森大臣の、発言ですね。小西さんの質問から、私は本当に昨日それをこうもう一度当てただけなので、これはもう小西さんが引き出した発言だと思いますけれども、その事実関係については今安住さんが丁寧に教えてくださって、みんなで共有することができて、とても良かったなというふうに思います。森大臣に対しては、この中にいる、皆さんと同じあるいは皆さん以上に私も検事長の定年長問題での質疑、そしてこの検察官最初に逃げた答弁で、本当に誰よりも森大臣の辞任を強く望んでいますし、森大臣の下で質疑を続けることが本当に民主主義のために役に立っているんだろうかということを、本当に思いながら今までやってきたので、これは与党の責任においてしっかり森大臣についてはけじめをつけてもらって、ちゃんと代議士会じゃないや本会議に少なくとも出席をして、それぞれの意思を表明するという環境を、一義的に作るべきは、与党だというふうに思います。そして政府だというふうに思います。そう思うんです。ただそれでもなおやはり私は最終的には、野党の議員もできる限り本会議には出席をして、もしかしたら私とここにいる多くの方の賛否は違うかも分かりませんけれども、それをちゃんと国民の前に披露するということは、これだけ重大な法案については私は大切なことなんじゃないかというふうに思ってます。これが1点です。で、2点目ですけれども、その今回の特措法ですが、私はずっと、宣言の時は事後承認でもいい、そして延長の時は事前の承認、報告じゃなくて承認が必要なんだということをこだわってきました。で、それに対しては、承認があってもね、少数野党ではひっくり返せないんだというような執行部の発言も聞きました。でも私たち普段からほとんど全ての法案そうですよね、ひっくり返せることはほとんどない。それでも真摯に質疑に立って必要があれば、与党を説得し、国民の皆さんを説得し、頑張って修正を勝ち取ろうと努力をして、その結果がやっぱりどうしてもこれはおかしいと思うものだったら反対をすることで、やっぱりその問題点を今と未来に残すというのが私は野党の議員の大事な仕事だというふうに思います。だから、野党の議員がその承認に加わってもどうせ覆らないんだっていうんだったら、野党の議員のいる意味ってまずないと思います。で、これだけ大事な法案です。で、本当に昨日私内閣委の裏で法務委員会ありまして、実は検事の話は最後4分だけだとこのことだったんですけれども、私自身は初めて分かったのは、それこそ強い私権の制限だという例として、日本のテレビ局も指定公共機関に指定することができて、そしてその場合には緊急事態宣言が起きれば内閣総理大臣が報道の内容にまで指示できると、これ昨日の政府の答弁です、副大臣の。やっぱりこういう、これだけ私たちがこだわってきた、やっぱり国民の権利を守ると、民主主義のインフラを守るということについては、事前で報告をもらうということではなくて、ちゃんと私たちが承認の主体となって、で、宣言が本当にやるべきなのかやらないべきなのか、やっぱり国会議員の賛否を通じて
野党の議員も責任を負うっていう仕組みが、私は権力を国民が統制すると。で、その国民の代わりに国会議員が統制をすると。それが私は承認の意味だと思います。まあ、そういうふうに思いますので、まあ、承認というのは私にとっては非常に大事な要素であります。今もなお。で、その上で最後にしますけれども、やっぱり今回のこの一連の議論のやり方は私は民主的だと思わない。やっぱり国体に始まり、国体に終わった。そしてオープンな議員による真摯な議論の場というのは本当に少なかった。ということで、私は立憲民主党の議員です。こういう非立憲的な法案に非民主的な方法で決められた賛成にそのまま賛成するということはできないので反対となります。まあ、皆さんには一緒に反対しましょうなんて言いませんし、欠席しましょうなんてことも言いません。ただこれを機会に、まあ、私も今悩みながらですけれども、やっぱ私たちが大切にしている立憲主義と民主主義っていうのは何なんだろうって、国会議員に託されているものは何なんだろうということを、まあ、私も考えていきたいですし、皆さんも考えていただけたら、いいきっかけになるのではないかと思います。長くなりましたけれども以上です。お時間いただいてありがとうございました。他に、皆さん方なんかご意見あるいはご質問等ございませんか？なければですね、先ほど申し上げましたようにこの代議士会は一時休憩といたします。また新たな時間あるいは本会議の動きが発揮しましたら国体の方からご連絡をいたします。じゃあ休憩でございます。お疲れ様です。はい。